チは絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、こんにちは、ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。ヨーロピアンカップ決勝戦をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。アシモウィッチ、オスワルツ、ザオリッチ、ノラク、ハーレチ、チェキ、パウリ、ブグマリッチ、ミルロビッチ、ガナッチ、シメヨビッチ、バンデルサール、ハッセルバインク、フランクデブール、ファンブロンクホルスト、ドナルド・デブール、ダービッツ、ファンボン、ライツィハー、フライパー、オフェルバルス、ファンニステルゴール。キックオフです。さあ、立ち上がり慎重に攻めたいところ。足のウィッチスライディング、コーナーキックを得ました。スローインです。オフサイドを取りに行ったフランク・デブール。いっていって、ドッディ・ドッブール、ファンデルサール、オスワルツ、ドル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 、ピッチを優雅に徘徊します。オフェルマルス、シュッ、ゴール見たか、ゴール、ついに同点です。これで試合が面白くなってきましたね。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。オフェルマルス、シモウィッチ、シュート、これはゴールキック。ガナッチ、ドリブルで上がる。おっと、足がかかった。フライパー直接入った、ゴール、見事な逆転。試合をなかなか諦めません。さあ、もう一度見てみましょう。思いっきり曲げてきた。この人の右足はすごいです。シモウィッチ、
チェック。パウリン。ノラ。おっと、足がかかった。センターバックのチームメイトに勝つ。直接狙った。シモウィッチ。いけ！ゴール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 。オスワルツ。これはゴールキック。ゴール回しに嫌われた。アシモウィッチ。折り返す。スローインです。これはちょっと危険なプレーでした。ハッセルバイン。さあここからどう攻める。チェック。タッチに逃げます。さあここからどう攻める。ノラ。コーナーキックです。さあチャンス到来。さあシュート。入った。ゴール。ブリリアントゴール。素晴らしい。集中力が途切れません。さあもう一度見てみましょう。クライバート。彼は本当に視野が広いですね。ナイスファイト。アシモウィッチ。中へ放り込む。これはちょっと危険なプレーでした。フライファー、このフリーキックはどうご覧になりますか。ゴールに満身直線。素晴らしい。ハットトリックを決めました。天才にしかわからないロジックのみ。ゴールへの過程を示す礎となるのでしょうか。さあもう一度見てみましょう。思い切り曲げてきた。この人の右足はすごいです。ここで前半終了。前半戦までの途中経過をお伝えします。得点は4対2。さあ中西さん、ここ後半戦キックオフです。ノラク。コーナーです。スワレツ。ここからループシュート。カーレツ。果敢にスライディング。
ライファー、ファンブンミルロビッチ、ファンニステルロー、ドナルド・デブール、シュート、マーベラス、スーパー、ビューティフォーゴール、素晴らしいゴールです。得点は5対2。さあ、もう一度見てみましょう。ドナルド・デブール、動き出しが素早いです。笛を吹いた。ブグマリッチ、これはイエローカード、冷静に。ダービッチ、シュアンビリバボール、ゴール、スーパーゴール、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 ミラクルゴール。得点は6対2。さあ、もう一度見てみましょう。ライツィハー。動き出しが素早いです。ここで大きなセンタリング、ダナッチ、オスワルツ、フランク・デブール、これは危険だ、ここで折り返す、ミルロビッチ、パウリ、ザオリッチ、オフサイドを取られました。フランク・デブール。バンデルサール。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。中へ上げる。ジャンプ。アシモウィッチ、敵に当たってしまった、後半30分経過、さあここフライパー、決まった、ゴール。さあ、もう一度見てみましょう。ねじ込んだ、オフェルマルス、折り返した、これはコーナーキック、さあチャンス到来、ファンブン、さあここからどう攻める、スライディング、さあここからどう攻める、
ースを見つけた。ドリブルで上がる。オフェルマルス。打って。ターレッジ。ついにトーナメントを制しました。羨望の眼差しを一身に集めています。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、3点目以降集中力が切れてしまったようですね。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さんありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、またお会いしましょう。さようなら。